外見はだいぶ変わったが、その目、やはりお前がペインだったか。ナガト、あなたは知らなくていい。所詮外の人。口寄せの術。断じし神の術。ナガト、お前にいくつか聞きたいことがある。一体何があった？何も。先生、あなたはまだ人でしかない。人からさらに成長したのだ。人から神へとな。人々が、国が痛みを知っ、冗談を言うようになったの、ナガト。どっちだ先生。口寄せの術。そもそもわしももはや人ではない。仙人に妙木山のガマ妖怪ダイヤ様と。ガマケンさんよ、見え切るところで揺らすなっての。不器用なもんで。仙人モードを使う。冷えおったか。厄介だの。戦いにくいな。足を踏み入れたら感知するタイプの結界忍術。結界を見て攻撃力の強いのに変えてきたか。殴るたびに増えとるの。とにかく一旦場を変えんと。どうやら術の肝はあれか。これじゃキリがないの。もう来よったか、このワンパターン目が。くんのー。ガマケンさんが動けないんではの。消えた。犬もろともひとまず逃げたか。逃げとりゃせん。そう、それだけじゃない。ガマケンさん、なんじゃ。すまんの、遅くなった。お疲れさん。くぅ、自分が戦うまでもないということか。あ、さん、もう大丈夫だ。あとはわしがやる。戻ってくれ。それなら仕方もなかろうが。あれほど苦労して呼び出したのがあの我慢にして。では行きますぞ。ほんなら行くで。見つけたで。
早い。この間に。あれがリンネガンか。口寄せの術。今度は人間の口寄せか。ならばここで倒すのが死の役目だろう。はい、天外仰ぎ見る。ジャイア豪傑。耳元でギャラを奪えばいい。ゴエモン。接近戦で確かめてみますかの。ああ。大玉螺旋丸。術のすべてを吸収しやがるのか。だからさ。ウシらを取ったかい。なんだと。先方を蹴鞠千本。から攻撃したじゃろ。あん時ターゲット以外の奴らの一人が。わしらをしっかり三つの目を全員で共有しているということですかの。いや、あいつらは一体何者なんじゃ。地雷でしょ、一旦引け。はい。なんで逃げるんなら。軸道を分析して策を立てる。一つ案があります。一種の賭けですがの。話せ。あ、お二方。ん？これはカエルの鳴き声。もう不可か。影分身か。カトン大炎弾。思った通り、こいつらは一個体に一つの目は術の方へ向いている。これでこっちに向いているかの一つ。こっちもか。動けない。よっしゃ。血寄せはさせん。は精神を縛る金縛りの現実の中だ。さよならだ。終わったの。油断はするなと。あんたジライア先生。お前左腕が。わかっとります。陸道、ここに剣山。どこに回るんか。ペイン、お前は一体何者。ペイン、それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。お前はヤヒコなのか。すでにヤヒコは死んだ。ここにいるのはペインだ。なのか、ナガトなのか。我々はペイン。今こそが大釜仙人の予言された選択の時。ありがとうございます。ダメだ、喉を潰され。わしは死ぬのか。ジラジャちゃん、よし、諦めねえ。片付ける。ナルト、予言の子は間違いなくお前だ。ジライア豪傑物語。そうだ、続編のタイトルは何がいい。そうだの。